ラコン覚えたのか。ワイロ好きの吉良康介の助を切りつけ切腹となった浅野匠の神。これはいい癖。忠臣蔵とは無念を晴らすべく立ち上がった赤穂浪士の仇討ち物語。来年の3月14日吉良を討つ。3月まで持ちまへんで。なんでやねん。忠臣蔵、知ってる人も知らない人もみんな楽しめる予算達成エンターテイメント。話がちゃうがな。気抜くと銭はどんどん飛んでいきますね。人が多すぎますね。連れてくだけで破産ですわ。アイマス弓使うんか。お前弓持ってとるか。いえ、用意をお願いします。鉄鋼、スネ当てなどもお忘れなく。人数分わしらの城や。仲介込みで75両でございます。で、全部つくだんけ。銭の勘定できん侍は何を指してもデクノボ。今わしをデクノボと言うだな。やけた。なんで。え、しないの。しないんですよ。しないんだって。アコをやろうってアホじゃ。なんでここまでコケにされなあかんねん。なんでやねん。使い方知らんから男の約束や。トムライさん、派手に行きましょう。どういくって打ち入りまー。よう見とけ、赤穂の浪人どもがすることを。決算忠臣蔵。無駄遣いしたらあきまへん。